この間タイタンライブにね、うん、出させていただいた時の、そう、出た時の話なんですけども、はいはい、なんか結構ねどういうわけかわかんないけど、今回からまた楽屋とかが、うん、なんか大部屋じゃなくなったというか、なんというか結構こう所属の今までねタイタンの人ですよみたいなね、うん、楽屋でひとまとまりぐらいだったのが、うん、結構なんか誰々さんは上で誰々さんはあっちでみたいな、なんかバラバラになったのよ、うん、あんまりこう喋るチャンスがなくなっちゃうのかなとか、まあね、思ってたんですけど、うん、お兄ちゃんがね、あ、出たお兄ちゃん来なくていいのにわざわざ来てくれて、その、うん、大きい楽屋にそう、ね、まあ、やっぱ大きい楽屋にどうしてもね人が集まるっていうのはあるんだろうけど、うん、で、その軍備、うん、あると飛行機の軍備をとにかく必要に、そうね、嘘つきだなって言い倒してたのよ。すごかったね、あれも。YouTuber って嘘つきだもんなっていうのでずーっとその話をしてた。やってたね。だその輪の中にいたから、いた友情と、うん、その、あ、そっか、兄弟の絆に挟まれた。軍備とはカレーを食べに行ったりするね、うん、ね、本当に同期だしね。そうそうそう、いろいろね、進行があるから、うん、で、まあかといってってお兄ちゃんは当然お兄ちゃんですからっていうのがあって、うん、お兄ちゃんについてしまった。そう、その外から見てたら井口さんより軍備さんのこと言ってる時間その味方すぎて弟すぎるだろっていう言われたけど外から見ててそうだと、まあまあね、楽しい時間でした、うん。